玩游戏。Hello. So the live action version is like a different version of the Straw Hat Crew than what you're used to. Do you have to change or adapt to the live cast actors' personalities to suit the live action series?やっぱり英語と日本語の違いっていうのがあるので、あのゴムゴームって言ってるところに稲木くんはゴムゴームって言ってるんですけど、私はゴムゴムのーって言ってたんで、そのゴーのところにおのゴムゴムのーのーを入れるようにっていう苦労はありました。合うように日本語にした時にどうなのかなっていうところの苦労はありました。はい、あのアニメーションだと口が開いてる時にこう息をしたりとか喋ったりっていうのがあるんですけど、生きている人間に当てるという、あの声を当てるということで、生の生きているその息遣いとかそういうのがこう一緒にできたのがちょっと難しかったですけど嬉しかったです。冒険の始まりのこのゾロって結構大口開けたりとか目つり上げたりとかっていうような大きな表情の変化があったんですけども、まあ、マッケンユーさんの作ってくれたかっこいい落ち着いたゾロに合わせて当時のセリフを言うっていうのが、まあ、新しい挑戦というか違ったところかなっていうふうに。そうですね、あのアニメの吹き替えの場合だとやっぱ自分のアイデアが最優先されるけれども、今回は、ジェイコブさんと一緒にウソップを作っていくっていう、なんかそういう作業だったのかなって思いますね。でもそれはすごく難しいっていうよりも楽しいっていうことの方があの上回った気がします。吹き替えるというのは英語の元の言葉セリフがあって、もちろん台本があるんですけれども、日本語に翻訳する段階で翻訳者によっても変わってきちゃうものなんですよね。だから翻訳者があのとっても向こうの言葉を言いやすく翻訳してくれるのはとっても大事なんだけども、プラス、ワンピースの世界観がどれだけ浸透されているかどうかで、言葉としてはこれ翻訳としては正しいんだけどワンピースっぽくなくなっちゃうなっていうところが出てくるととても苦労するんですけれども、そういうところも現場ですり合わせをさせてもらえたりとか、我々の意見も取り入れてもらったりとかして、なんとかアニメと普通の吹き替えもののこういい感じのバランスが取れたのかなっていう。だから他の吹き替えを作る時よりもそのアクション分だけ、仕事が多かった苦労した部分はありますけれども、でもそれがしっくりとはまった時にはああワンピースの吹き替えをやってるなっていう気分にはなりました。 So this question is also for everyone. What were your initial reactions when you knew that One Piece was going to get a live action adaptation? 無理だろうと思ったよね。いや無理じゃねえか。ちょっと不安だったよね。なんか、まあ、でもすごいなと思いましたけどね、うん、この世界観を実写化にしようっていう発想が、うんうん、すごいな、うん、そういう感じかな、うん、え、俺今から英語覚えられねえぞ出る気だった出る気満々、うん、Thank you very much. ありがとうございます。ありがとうございました。Thank you.